はい、ロンチャスワクテガと申します。今回はですね、遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームブレイカーズオブシャドウの、パック開封動画を撮らせていただきました。今回見ての通り3箱とね、ちょっと少なめですね。いつもよりね、すいません。いつも少ないんですけどね、はい。いつもね、ほんとね、たかだか6箱とかね、煽られまくってんですけどね。まあ、それより少ないとかほんとね、もう雑魚すぎるというか、ほんとごめんなさい、死んでお詫びしますと言いたいところなんですけど、すいません。今回はこれが限界でした。ごめんなさい。まあね、あんまり欲しいカードがないっていうのが一番の理由なんですけどね。まあ、とりあえず、開封していきますと言いたいんですけども、ちょっとね、今、見てわかる通り自宅じゃないんですよ。例にも例によってね、はい、ちょっと自宅ではないところで撮ってるんですけども、ね、その時間制限がちょっとあるので、3箱全部はちょっと開ける時間がないです。はい、ですので、1箱だけガチで開けます。目の前で。で、2、3箱目はちょっと急いで開けて、ダイジェスト風味みたいな感じにしようかなと思ってます。はい、本当にごめんなさい。とりあえず1箱目はね、ガチで開けるんで、まあ、それと、後半の最後に、全部当たったね、概要を全部並べてみようかなと思ってますんで、はい。もし、うせえな、てめえの声なんて聞きたかねえよ。もうまあ、結果だけ見せろ、バカ野郎って思う方は、飼育場を右にね、こっちにやってください。はい、それでは、やっていきましょう。カット。はい、それじゃあ開けていきましょう。っていうかまあ、別にカットする意味なかったな。そうだ、ハサミで開ける必要もね。はい、それじゃあパッパといきましょう。ね。まあ、今回はね、あんまりやっぱりね、目玉となるカードがね、例のカウンタートラップぐらいしかないので、はい。イルミラージュ。これチューナー、源流族のチューナーですね。1600。はい。文房具007。文房具も結構出ますよね。ダークドリアド。ほう、こんなんあるんだ。かわいい。自分フィールドには地密炎火災属性モンスターの攻撃力守備力は、自分フィールドのモンスターの属性の種類かける200ポイントアップする。へえ。で、このカードが召喚特殊召喚で成功した場合、デッキから地水炎属性選び、好きな順番でデッキの上に戻す。強いのかなこれ。よくわからんが。はい。竜の束縛。ドラゴンバーン。あ、これあれですね。このカードがある限り、2500以下の装備できて、確か、あれだな。互いのモンスターの攻撃力支援の守備特殊召喚できない。で、御用キング。はい。これはレベル8の御用ガーディアンですね。かなり結構強い。なかなかね、汎用性が高いレベル8で、さらにチューナーの縛りもないっていうので、これは結構使えるんじゃないですかね。まあ、レベル8にとりあえず差しときゃいい感じのカードではある。ウィザードバスターブレイド。はい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 。バスターブレイドだね。かわいい。何これ、破壊っていうのと全然違うんですけど。はい。で、インフレインゴート。なんかエンタメイトって言っていいですか言っていいですか、なんかどれが出てんのか分からない。なんかイラストと名前がなんかかぶりすぎてません？なんかよく覚えきれない。AKB みたいな感じ。なんか分かんだけど、うんみたいな。ダイナミストケラトプス。ほうほうほう。ダイナミストですね、このカードはね。例のカテゴリーのうちね。はい、おおなんだ、バカだ出ると思ってなかった、バカだごめん、君は後だ。おお絶対出ねえと思ってたよ。何これ絶対出ないと思ってた。やべえ、祝福あげます、ジンジャーエールだけど。マジかよ、通告出んのか。夜も絶対出ないと思ってたわ。3箱程度じゃ 120% 爆すると思ってたもん。なんで俺的にもういいよ、もういいっすよ。もうなんかこの3箱多分来た、もう外れると思う。祝出ないとかそんな感じになるぞ。マジかよ、もう通告のね、効果はもうみんな知ってるでしょ。アームズ・バスターブレード。ああ、マジスウィッター。ほう、カエル、フロッグ。何も書いてないよ、これ。まあ、彼が召喚特殊召喚成功した場合、デッキからマジックスのまま自分フィールド。おお、強い。何これ、あれ強くない。このカードでセットしたコードはこのターン、このターン発動できない。いや、別にいいでしょ。基本的にトラップ持ってくるでしょ、これ。これ強くね、これ強くない。ライオウの
影響下でも使えるってことでしょ。このカードはモンスターカードゾーンに存在する限りの範囲。え、これ強くない？ねえ、これ普通に強いよね。だって普通にセットするより強くない？だって大体さ、あの速攻性のあるのってマジックカードなわけじゃないですか。でもクローのマジックカードって速攻なのが あれだから相手ターンに発動することがほとんどなので、別にこのターン使えないとか全然、うん、これ強くない？ねえ、マジスプッター組もうかな、もう一回。たそがれ忍者、忍者あいえー忍者なんで新月どうも、新月さんワクテカですの、はい。このカードの他の忍者モンスター、あ、忍者加工対象にできない、攻撃対象にもできない。このカードが戦闘であなたは破壊された場合にデッキから忍者モンスターいったよ、手で加える。うん、リクルートですね。うん、ハイスピードリベルベル、あ、スピードロイド、スピードロイドモンスター1体を除外し墓地の、ジムフィールドスピードモンスター1体はそのモンスターを除外したモンスターと同じレベルになり、いやだからさ、もうスピードロイドに必要なのはこういうのじゃなくて、こういうのじゃなくて相手の魔法カード除去とかなんだよ、ね。魔法カードはいらないからさ、モンスターちょうだい、モンスターレベル7のスピードロイドって名の付いたやつ。お、エンライトメントプラネット、ほうほうほう、チューナープラスチューナーの以外のモンスターレベル8ですね。これも縛りないのか、はあ。魔術師モンスペンディラモンスターを素材としてこのカードがシンクロ召喚に成功した場合、自分の墓地の魔法カード1枚を手札に加える。ほう、このカードは戦闘で相手モンスターを破壊したそのもの、はいはいはい、なかなか強くないこれね。うん、あ、これは強いと思う。うん、これはなんか多分皆さん1枚ぐらい持っといた方がいいと思います。スクラップドラゴン的な感じで、うん、あれ結局あ、下がっても上がってもないでしょ結局の話。うん、なんかとりあえず1枚刺しときゃいい感じのやつになるから、みんな1枚は持っとくべき、これは。うん、魔術師じゃなくてもね、相手の引導火力になったりするカードだから、まあ、2500っていうのがネックだけど、うん、いいじゃんいいじゃんね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、すげえじゃん。あー、ビクタリタートル、もういいよエンタマ人、もう俺、マジでその辺あれだよ。文房具00、はい、はい。中忍、中忍、ナルトは中忍試験あたりが一番面白いと思ってたんですけど、見直してみると最後の方も面白い。普通に面白くなかったのはそうだな、疾風伝になって最初の方あたりかな、あんまりあの辺は好きじゃない。最初から中盤のちょっと前間ぐらいまで、なんかナルトはね、あんまり成長した気がしないんだよね。うん、精神面で成長した気がしないというか、うん、あの辺がナルト強えやべえっていう慢性が多すぎた感じがある。最後の方になるとね、なんか慢性するのも仕方ないなっていう感じのね、成長するんだけど、力も精神面もね、うん、その頃は別にそんな言うほどかみたいな。っていうか逆にこれすげえってなると、お前らどんだけすごい、なんか弱いんとしょぼいんだよみたいなね。あ、ごめんなさい、なんか関係なかったね。はい、禁断の日本、ほう、モンスターのカードの種類を一つ宣言する、融合シンクロエクシーズ。宣言した種類のモンスターが2体以上存在する場合、お互いのプレイヤーはフィールドのその種類のモンスターを全て墓地に送らないといけない。へえ。つまり1枚で除去できるってことかね、エクシーズとかね。うんうんうん、なるほどなるほど。あー、でもこれな、融合シンクロエクシーズか、これ難しいですね。多分今だとエクシーズね、 MM とかのエクシーズとか、まあ悲願とかのあれをやるんでしょうけど、これだと、それだったらエクシーズユニバースでいいわけですから、あんま言うほどすごいってわけでもないかな。うん、超純者ね、はいはい。はい、破壊者アームズバスターブレード、あ、出た、リアドネ、これ来た。もう本当にね、まあこれ見ましょうか、見ましょうか。このカードが P カードゾーンに存在する以下の覚悟化を適用する。自分はカウンタートラップカードを発動するために払うライフポイントが必要なくなる。自分はカウンタートラップカードを発動するために捨てる手札が必要なくなる。はい、まああれですね、神の宣告とかはノーコストで売ってますし、神の、例えば、因果切断、あ、因果切断じゃねえわ、天罰とかそういった手札を捨てる系のね、カウンタートラップカードは捨てる必要がなくなるというのがチートカードですね。うん、で問題は、まあ、これだけだったらまだ、おお、なかなか面白いカードじゃんとなったりするでしょう。これだけだったらね、うん、問題はこっち、はい、見ましょう。
このカードが戦闘効果で破壊された場合に発動できる。デッキからカウンタートラップカード3枚を見て、相手はその中から1枚やる。その1枚を手札に加え、残りをデッキに戻す。はい、まあ半身の手、半身の手をみたいな感じですね。みたいな感じなんですけど、問題はこれ、このカードが戦闘で効果で破壊された場合ということは、皆さんわかりますよね、着ぐるみですよ。着ぐるみと一緒なんですよ、テキストが。つまりサイクロンとかで破壊されても、これのペンジュラムゾーンもこのカードが破壊されても発動するし、ラスターで破壊されても発動するし、もうなんだったらチェーンデストラクションとかでデッキから破壊されたりしたり、死のデッキ破壊ウイルスで破壊されたとしても出るんですよ、このカードはね。しかも1700だから死のデッキ破壊ウイルスで破壊できるんだ。 あれは墓地だけどね、あれは手札にあった場合ね、破壊された場合も発動するんですよ。恐ろしくない？これは本当に恐ろしいと思う、ていうか日頃よりひでえんじゃねえかなと思ってるぐらい、このカードが破壊されたら一気に出てくるわけですよ。例えば神の救出通告、神の戦闘、神の警告でさらに加えられるわけですよね、しかもレベル4なんですよ。おかしいでしょ、どう考えても。そんなおもちゃになるわけ決まってるじゃないですか。例えばこのスケールがさ5、スケールがそうだな、4だったら、このスケールが4だったらよかった、4だったらね、逆に使いにくいでしょ、皆さん。4だったらまだ良かったんですけど、レベル4で、さらにランク3ってことは、もうランク4を、もう慢性しすぎなんですよ、さっきのナルトじゃないけども、コマミは。もうこれ以上インフレさせてどうすんだと。ね？意味がないじゃないですか、こんなことやったって。なんか絶対に、やるんだったら、もうせめて、これはもうスーパーにしろよ。スーパーにしろよ、それなら。ノーマルにすっからなんか廃れていくんだよな。知らない。ああ、知らない。いいですね、これね。こんな格好なのにアンデッドゾーンだね。これも組みたいと思ってます。破壊現象の宿命。で、黄昏の忍者将軍。忍者多いな。あいえ、なんで忍者や。忍者なんで。って言いたくなる気持ちも。わからんでもないでしょ。はい、ビッグファイブのやつある。砂人のマンハッタン。違う、ハルバッタンか。ほん。ダイナストプレシオス。お、用途知らない。いいっすね。知らないはちょっと雲かなと思ってるんで、これはちょっと嬉しいな、普通に。これチューナーで確かこれが書くって言ってたから、なかなかいいんじゃないですか、これね。悪くないね。けど、そういう甘さ、嫌いじゃないぜ。イルミラージュ。マジョルタフロック。忍者なんで。破壊現象。あ、これですよね。多分結構強かった覚えがある、これ。バスターブレイダーを融合揃えている融合モンスターが存在する場合、相手フィールド上のモンスターすべて除外する。これは強い。自分フィールドのバスターブレイダーモンスター1体に対象するマントラップ効果が発動したとき、墓地のこのカードを出して発動して除外して、さらに墓地に行ったら使えるっていうね、こういうのだよ。そう、みんなあのね、このごめんなさい、こういうのをもっと出そう。キャラデッキになるなら納金多いんだよ。真空管とか真空管とか真空管とかどう考えても納金多すぎるんだよ。ダイナミストブラギオン。白井の二宮塚さん。これ見、最初見たとき、レッツゴー陰陽師を思い出したのは僕だけじゃないでしょう。ダイナミック P。マジェスペクト P。なんか P って流行ってんの？出れます？出れますの？ダイナミストモンスターの攻撃力、守備力が300ポイントアップする。自分のダイナミストモンスターが戦闘を行う場合、あるいはダメージステップ終了時まで。永続魔法？フィールド魔法かな？お、しく、合流剣士ダイナスター P。 おみたいな。これ多分さ、これなんだけどさ、多分あの MM とかでも出るよね、ラスターっつってるもんね。まあいいや、祝が出たのは結構嬉しいかな。神の通告の祝をね、なんか見たことないですよ。本当にあるのかって思っちゃうね。で、幻想の歌姫ソロ。文房具007。はい、リジェクトリボン。アイガイ。ちょっとあの、魔法とあれに分けようぜ、俺。な。布団を敷こう。な。関係ないか。ちょっとうるさくてすいませんね。ちょっと場所が場所なんでね、これね。はい。まあね、だからまあ、仕方ないんです、本当に。場所が場所だから。あー、でもあれだなー。
なんか意外とね、まあ欲しいものが当たってる気はするんですけど、まあ一箱目だけっていう可能性が、うん、多いよね。さすがにね。皆さん何が欲しいんでしょうね。神の通告以外はなんか欲しいのかな。でもさ、上がりそうなものが多いんですよ、こういうのって。なんかあのほら、ラスター P とかのあったパッツあるじゃないですか。あれも結局最後の方後々になって、やべえラスター強え、揺れるまなし強えとかになったから、だから後々なんか欲しいものが出てくる。あ、モンキーボード来た。あ、サル。はい、これもクソですよね。これもね、ほんとクソですよね。うん、まあ言うてもね、何これはいらないとか言う人いるんですけど、いや、いますよ、結局。結局いるよ。うん、結局いるっちゃいる。うん、あ、リュウアイウツ。これ、ノーマルだったんですね。これ、ノーマルだったんですね。っていうか、初めて知ったよ。うん、これもなんか入るか入らないかなとかなんか言ってたな、誰か。スーパーと思ってたけどな。ウィザードバスターブレード、ダイナミストケラトプス、ジンジャー級、マジスティアスーパーセル。スーパーセルってなんかあったよね、そういうの。マジスティアが、これ武功か足りない。おお、なんかレリーフ来た。オッドアイでグラビティドラゴン、かっこいい。これイラストかっこいいな。うん、やっぱレリーフはかっこいいよね。うん、オッドアイズアドベント、儀式モンスターか。だな。なんかもっとあれよ、本当にオッドアイズペンデュラムドラゴンの影を落としたくないからかもしれないけどさ、普通のカードとして出していいのよ。エンタメバンドハリケーン、御用ディフェンダー、かわいい。ちょっとあかん、ちょっとあの調子に乗りすぎた、あかん、ちょっとあの時間がない。つかさ、はい、ステゴサウラー、力の立ち合い、リュウゴ相打つ。はん、あれですね、なんだっけ、2枚カードがあるダブルサイクロンみたいなやつ来ません、ね、なんかあれも侵入操作かかってるっていう噂があります。うん、ゼル7、リジェクトリボン、アイガンは、はい、まあダブルサイクロンみたいなやつ、ダブルツイスターだっけ、確かそれは、まああれ結構強いっすよね。あれ強いな、普通に強い。うん、お、超獣魔獣キューベイ、キューベイ。僕と一緒に、僕と契約してデュエリスンやってよ。絶対キューベイとのコラ作られそう、これ。よっと、マジスティターブロック、モンキーボード、ジジャーキュー、マジスーパーセル、御用エンペラー、御用エンペラーだっせこれ。いや、てか御用ガーディアン返してよ、もういいんじゃないの。てかエラッパしろよ、ほんと10点ないとともかくさ。お、ダイナミストルックス、いいっすね、これもいいな。ダイナミストもね、なんかまあ新規カテゴリーは作りたくなる秒だから、うん、オーケーオーケー、なかなか、うん、悪くはない。ほとんど出たかな、これね。よっとっと、ほいほいほい、ダイナミストチャージ、これがなんかあれ天気みたいな形ですね。デッキから去るっていうやつですね。よっとっと、じゃ一気に開けようぜ、もうね、多分もうないよね、きっとないよ。ノーマルレアがね、僕もちょっと調べてないんですけど、例によって例のごとく分かりません。私は、僕はね、そういうね、下調べというのが大嫌いです。こういうことだから仕事場でも怒られるんですけど。よっ、まあ、とりあえずこんだけ。はい、はい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 、ブラキオンスコア、おん、幻想の音よりも結構強そうっちゃ強そうなんですけどね。うん、ウィザードバスターブレイド、ドラゴンバスターブレイド、ダンドリア、マジスプレイソニック、ゴーリベンジのアスターダイナソビー、はいはいはい、さっき宿で出たやつですね。うん、どうなのかな、宿いいのかな。お、知らない粒子、ツバメの幸、これも初めて出たね。お、来た、ツインツイスター、ダブルツイスターじゃなくてツインツイスター、手札1枚捨て魔法トラップカード2枚まで対象としたら、そうです、それをカード破壊する。これ普通に強いっすよね、めっちゃ強いと思う。これ彼岸に入れると思う、なんかメインに刺してもいいかなと思うぐらい。あ、マハゴイタ、あ、いいな、これもあったんだ、へえ、これも欲しかったんですよね、ハイスピードロイド。うん、これもなかなかね、いい感じの
カードだと思うんだけどな、ボクチン。ボクチン思うんだけどな。あ、これ絶対、これ絶対ノーマルだろ。これはノーマルだろ、絶対ノーマルだろ。ノーマルレアだろ。これ間違いないっしょ。塗り替えて、相手と手札、フィールドのカードを合計した数が自分の手札、フィールドの合計を、あ、つまりベルズビルトみたいな感じの処理の時、フィールドの表側表示のカード1枚対象として発動できる。お互いのフィールドプレイヤーはこのデュエル中、表側表示のカードの以外の対象の以外の対象のカードと同盟カードは発動できない。微妙じゃない？すごく微妙じゃない？正直、うん、だって別にサーチとかはできるんでしょ、うん、まあノーマルレアっていうのはそういうなんかものすごく癖があるカードだよね。よし、もう全部開けちゃおう。オッケー、もう出たろ、もうさすがに出たろ。だからね、今回のパック、外れ外れっていっぱい言ってるんですけど、多分後々になって増え、あの何、上がりそうなカードがあるので、あのその辺は、うん、有料考慮した方がいいと思います。ユーコ相打つとか絶対上がると思う。俺は 100% 上がると思う。上がらなきゃおかしいもん。この先出てくるもん絶対。ああ、音速のソニックね。ダイナミストチャージ。 OKOK、 うん、はい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 。あ、調律魔術師、はいはいはい。ペンディラップリボーン、ダイナミストラッシュ。おーおお、ウルあったんだ。バスターブレイ、破壊剣の使いでバスターブレイだ。いや絶対バスターブレイダーは昔のあれの方がかっこいいな。うん、あの遊戯王でね、当時連載してた時に初めてバスターブレイダーが出た時めっちゃかっこよかったっすよ。もう本当にかっこ、んこれもなんかノールヤっぽいけど、まあ違うと思う。めちゃくちゃかっこよかったバスターブレイダーは本当にめっちゃかっこよかった。はい、とりあえず終わりです。それではね、2、3箱目はもうちょっとダイジェストで開けていくので、次は結果発表になります。それじゃあ、結果発表までカッチ。結果発表。はい、そういうわけでね、2箱目、3箱目と開けてきました。正直な話ね、なんでね、動画撮らなかったのと思いました。結果発表、じゃあもう行きましょう。はい。サジンのバリア、ダストフォースね、ドラップカードですね。裏側、攻撃宣言時に裏側にするカードです。マハゴイーターが3枚。はい、これね結構多いんですよね。これ分かりにくいと思うけど、こうしましょうね。はい、で、ダイナミストレックス、これが2枚です。で、妖刀白縫いが、これねなんと3枚来たんですよ。ほら、うん、これちょっと嬉しいですよね。知らない雲かなと思ってたんで。はい、で、貢献の魔術師が1枚で、調律の魔術師が3枚ね。はい、で、神の忠告が、はい、1枚2枚、なんと3枚来ました。いや俺びっくりしました。本当にまさか来るとは思ってなかったから。まさか来るとは思ってなかったから、揃うとなんてマジで思ってなかったから。はい、いや恐ろしいなこれね、これ恐ろしいですね。でバスタードラゴンが、1枚しか来なかったんです。これ結構ね欲しかったんですよ。これも3枚欲しかったんですけど、これがね。でキューベイが1枚で、エンライトメントパラディ言いにくいよが2枚、ウルが2枚ですね。でバスターブレイダーがレリーフ1で、ウルが21ですね。 K2 ですね。で、こちら、ダイナスター P が、ウルで2枚。で、これ、グラビティドラゴンがなんとレリーフ2枚ここで使ってるんですよ。ふざけんなよ、おめえ。で、3枚来ました、K ね。で、戦の知らぬい。うん、これもかね、なかなかかっこいい。これが2枚来ました。はい。バスターブレイダーが1枚。ね。これもなんかね、欲しかったんですけどね。まあ、でもこれ1枚か2枚でいいかなと思ってるんで、もう1枚くらいね。で、これ。これ多分ノーレアですよね、横島馬。これなんですけど、見てください。発動したターンのメインフェーズ時に、自分使用していないモンスターカードと、または魔法トラップゾーンの1箇所を指定して発動できる。指定したゾーンはこのカードがペンドルムゾーンにいる。これね、単成形書いてないんですよ。
だから何回でも使えるんじゃないみたいなことになったりするっていうのがありました。まあ普通に考えて一旦一度ですけど、うん、これはねちょっとね、もしターン制限なんて言うんだったら本当のクソカードになりそうです。で、なんていうか強いとかそんなんじゃなくて本当にクソカード。で、こちら宿枠、ダイナサービー宿で、国権の魔術師が宿で、戦神知らぬいが宿。これかっこよくないですか。めっちゃこれはめちゃめちゃかっけー、やばい、美しすぎる、この持ってる残白刀がやばい。で、これで最後ホログラフィックですね、エンライトパーパーパーティー、言いにくい。はい、これが以上です。これね、まあね、結果的にはね、当たりだったんじゃないですか。すごいね、ものすごく当たりな方だと思ってます、個人的にはね。うん、通告3枚来て、知らぬ今3枚集まって、で、さらにホロも出て、うん、普通に考えて当たりじゃんのかなと思ってます。うん、なんかこれぐらいが理想の当たり方に近い、最高ではないけど、うん、かなりレベル高い、うん、理想にかなり近いレベルの当たり方だと思ってます。いやー、うん、なかなか良かったな。3パックぐらいでいいのかな。これから先なんかそんな気がしてきました。なんか多く買うと多分この後ハズレが出るんだよなって感じがするんですけどね。うん、いやー、良かったね。これ結構満足です。はい、それじゃあ以上になります。開封動画でした。また次はね、大会動画が歴史紹介の動画でも撮りたいなと思っています。それではバイバイ。